はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、美脚のためのマッサージのやり方というわけではなくって、アイテムを紹介しようと思います。皆さんね、よくリファカラットとかね、あとはなんだろう、マッサージする棒、まあ、タートルはですね、こういったジャスティックってところのローラーですね、こういうコロコロするローラー、この長いやつと短いやつを使い分けてですね、マッサージをしてるんですけども、やっぱりこれはだいたい3000円から5000円ぐらい、まあ、しますんで、ちょっとね、高いなっていう学生さんとかはね、今から紹介するものをぜひ使ってみてください。でーん。これはですね、普通にダイソーで売ってる壁紙のシールです。これがだいたい100均なんでね、108円なんですけども、まあ、この壁紙を使う理由がない人もね、もちろん多いと思うんですけども、これの中に入っている芯がですね、まあ、こういった同じ長さのね、芯が入ってるんですけども、この芯がですね、すごい硬くてマッサージにね、すごいね、使えます。トイレットペーパーの芯とかと比べてかなり分厚くてですね、結構ね、折れないんですよ。これ硬くてですね、これを使って服の上から腕をね、こすったり、二の腕を細くするためにこすったり、あとはね、太ももをこうやってこすってですね、ふくらはぎとかもね、こうやって服があると滑りますので、服の上からこうやってこすって、こういう感じでこすってあげるとですね、筋肉の疲れがしっかり取れて回復が早くなり、そして柔らかい筋肉になりますんで、手足がね、細くできます。なので女性の方はですね、もしこういったね、マッサージする棒がある方はいいんですけども、ない方はこういった100均で全然、壁紙はね、いつか使えばいいですし、壁紙の芯を抜いてこれをね、ゲットして、こうやって毎日お風呂上がりとか寝る前にこすってあげるとですね、そこの部位がしっかり筋肉が柔らかくなって細くできますんで、特に前ももが張りやすい人はしっかりこれしないと、筋トレするたんびに太くなってきますから、ぜひね、これで心がけてやってみてください。柔らかくしてるとですね、しっかりトレーニングもできますんで、硬い筋肉より柔らかい方がね、トレーニング量も増えるし、あとはいい質の柔らかいね、太くなりにくい筋肉を作れますんで、しっかりこすってください。もうゴシゴシこすってください。ということで、今日は100均に売っている壁紙の芯を使ってマッサージをね、してほしいという動画でした。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.